Mm-hmm. Uh-huh. 9月26日旧暦の8月7日になっておりますはい皆さんここ FM の流より生放送でお送りいたします火曜オリジンチャンプルでございます本日のお相手はうどんちゃんですよろしくお願いしますさてさてさてうどんですね週末なんですけれども まあ忙しかったですね、まあ、ちょ本当にありがたいことではあるんですけれども、まあ、仕事、面プライベートいろいろね、えー、パタパタしておりましたけれども、まあね、金曜日、実はちょっと撮影がありましてね、ねちょっとうるま市の方うでなんだったんですけれどもね、えー、チューブで撮影だったんですけれども、もう朝からですね、はもパタパタしてですね、あのいろいろこう準備したり、撮影に入って、オープン前のスーパーで。 もう時間に追われてね撮影したりね、<laughs> まあ本当にね、あのー、本当にたた楽しかったですけれども、で金曜日ね、ねちょっとあのー、お仕事させていただいて、してそのまま家に帰りまして、次なんですけど、次の日はね、えっ、ー、とー先々週、劇団五の四のね、五、え、志、ー、君と亮君、知念亮君がゲストに来てくださいました、ミュージカルリスタートの方ねをね、あの昼公演見させていただきました。素晴らしかったです 年齢的になんかやっぱり若い子たちが多いなとその中に、ね、あのキャストで、えー、京楽もいたんですけど山田さんも、ねえー、出演なさったんですけどすごく、ね、あのいい、あのー、やっぱり上司役って前お話ししてたんですけどもラジオでゲスト来た時も、ね、やっぱりょうく君の上司役だったということで、あのーはいえー、いい味を出してました。 そして、ですね、あのこのゴーシュ君が書いた脚本ももう素晴らしかったですね、うどん、ちょっとね、内容をちょっと感情移入して、ちょっと泣いてしまいましたね、見ながらね、ちょっと2箇所ぐらい、あのすごくね、あの感動して、ちょっと切なくなってね、ちょっと涙してしまいましたけれども、はいそしてですね、またあのこの五の矢を見てからのお笑いライブですね。 ご来場いただきまして誠にありがとうございますたくさんの、ね、方がね今回もいらっしゃってましたまあ、うどんね久しぶりに、えー、場内の方をねお笑いライブ、えー、させていただいてちょっと中の方での場内だったんですけど久しぶりにね、えー、芸人さんのライブをちょっと生で見ました毎回ねあの場内とか受付とかだとこう快感の 公演してると外のロビーの方でね待機しているっていう形が多かったんですけど久しぶりにね中の方で場内でスタッフさせていただいたんですけれどもなんかねお笑いオリジンのお笑いメンバーで YouTube をスタートするということでねなんか企画がありましてエモリーを中心にねまあ本当あのオリジンのお笑い芸人さんたちがねえなんかこう YouTube 買い替えテープカットとかしてね <laughs> なんか主人氏みなんなだけハサミじゃなくてテープカットの時なんかすごい高枝切りばさみでねめっちゃこう切りにくそうにしてたんですけれども <laughs> はいのはあのまあ新しくねえー、っとなんつうの <laughs> 始めるということで。 えー、皆さん見まししたででょうかかかね動画いかがですか youtube この間ねうど、えー、のこのかよおりちゃんでも、えー、動画 YouTube とかユーチュ有名な YouTuber こんな YouTuber が好きだとかねいうもののちょっとートークテーマしたんですけれどもはいあのね最初の企画でね今月のお笑いライブの企画で小刻みインディアンの「 モーリーの車をいたずらしようっていうドッキリがありましてですねでジュン選手が出てきて何ていうのドア開かなくなるように塗装する塗装,塗装なのかななんかこうそうドッキリをしまして仕掛けて隠し撮りしてさあ小刻みインディアンのモーリーはどういう反応をするかっていうのをやって開かない。 上等車だったんです黒いのねあのこう映像に映ってましたけれどもそしてあれ動かないあ開かないあれ後ろも開かないあ助手席も開かない出ても後ろのね荷物入りのドアを開けてここは開いたんですけどあこっから中に入るのかなと思ったら入らないえー、なんでって言って。 たったらって言ってこうなんか仕掛けた人たちが出てきてその後はまあ後半は YouTube で皆さんお楽しみくださいっていうね見ましたでしょうかねちょっとうどんちょっとまだ見てないですねはいどうなったそう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 ありがとうございますそう黒のプリウスだったねあれどうなったか気になりますよねうどんもねあのちょっと場内係で横で見てたんですけどもうちょっと大爆笑 何でしょうかねあの人がこうまあ,あのドッキリだから笑えるんでしょうねドッキリだから分かってるから笑えるんだろうと思うけどあの人のうろたえる姿もうなんかちょっと申し訳ないけど爆笑ししまってねあれどうなったろうどうなったろうかなと。 はい思いましてですねまあもう見ておりました、まあね、芸人さんたちお笑いライブいろいろ頑張っておりましたまた来月もねあのたくさんの方にお越しいただけるようみんな頑張ると思いますので頑張ってると思いますのでねうたくさんの方、えー、またね、あのー、オリジンお笑いライブ足を運んでくださいよろしくお願いいたします。で金曜曜曜日日日日て土がが、えー、劇団の、えー、舞台鑑賞とあかんかん見て、えー、っとお笑いライブで日曜日が あの、悲願だったんですよ23日じゃなくて24日だったんですね。はい <laughs> でちょっと24日のいろいろねプライベートで、はい、あのちょっと披露宴の方に参加させていただきましてね、えー、この披露宴が昼だったんですよ昼間だからちょっとあの朝にちょっと準備して、えー、披露宴終わったらブールレースが帰って、まあ、準備っていう形でちょっとパタパタしてたんですけれどもまあねあのひ えー、でもお盆とかと違ってやっ,ぱ日がちょっと申し訳ないですけど今回ね作ってますね買いましたはい申し訳ございませんでもねあの、まあ、ちょっとセットが売ってるじゃないですかいろいろねうちなセットみたいな感じで,でやっぱりこれがちょっと余ってたのであの次の日に、あのー、作ろうかなと思ったんですけどお下がりしていただいて、あのー、お好み焼き沖縄風お好み焼きを作ろうっていうふうに。 ちょっと意気込んでたんですけどちょっとお盆の感覚で自分は考えてたんですけど若干いただいたおかずが少なかったんですよだからあのまあでも本当に細かく切ってね三枚肉もでももらったの3枚ぐらいだったんですよ切り,切り身ねみんなで分けて自分3枚ぐらいしか当たらなくてまあでもかまぼこが一番多かったかな、まあ、かまぼことか、まあ、ごぼうとか。 今度昆布なかったんですよちょっとこんにゃくはね少し入れましたけどもこんにゃくと天ぷらも入れたし粉の中に天ぷらを刻んで入れるってねすごくないですかこの発想粉物の中に粉物を入れるっていうねでまたこういう風に入れましてですねえー、っともうほんとに味付けはしないでもうでちょっとだけキャベツ入れました。 なんかちょっと具材が少なかっったんでですよでちょっとキャベツを刻んで入れてまあいつもみたいに作るまあ平、まあ沖縄、まあ、風に行ったら平八みたいかなそんなふっくらではないんですけども平八、まあ、みたいなお好み焼き風にもううちなバージョンを作りましてえーえー、これも味付けされてるからそのまま食べていいよって話したんですけど案の定みんなマヨネーズとかソースとかつけて食べてたんで「味どんなだった?」「ちょっといつものあれと違うんじゃない?」って言ったらまあ まあこれは家族の感想なんですけどいや一緒だよと。<laughs> <laughs> お好み、普通のお好み焼きでしょいやあの、中の具材はあの、こっちだからこっちの残りを刻んで入れてあるけどどんなねっていうことでやっぱ量が少なかったんかなちょっとね粉もちょっとね張り切ってちょっと多く作りすぎたのかまあまあ普通のねまあ変なし自分も食べて。 自分はそのまま食べたんですよ最初ー、まあ、味もついてるだろうということでもうみんな味食うた大好きになるやーそのまた食べれって言ったんですけど、まあ、自分も食べてみたらやっぱりねちょっと薄かったのでやっぱりソースとおかかをね振ってちょっと食べましたけどもうーん自分がね想像していたのとはちょっと違うお好み焼きになっておりましてもう若干いつも お好み焼きになっていて <laughs> うんちょっと拍子抜けというかもうやっぱりね案の定もう食べてからあ、はい写真撮るの忘れたっていうことでねはい,はいもう彼岸の彼岸の残りのこっちの沖縄風お好み焼きちょっと ちうっともちょっと楽しみにしてたんだけど若干ちょっとねお供え物がちょっと少なくて具材が少なくていつものお好み焼きになってしまったということになってしまいましたまあね今後はねまたあのお盆とかシーミーはまたもうまたき作るのでまたそれでまたちょっとねあのもう一回ちょっと。 再チャレンジしたいと思いますその時ねまたちょっとあのラジオの方でお話しさせていただきますありがとうございますそしてですよ金土日まあいろいろね朝から晩までパタ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 過ごしてたんですけれどもまた月曜日なんですけどちょっとね以前からちょっとお約束っていうか声かけていただいてたものがありまして朝からねなんと月曜日朝からカラオケするっていう事態になりまして、ね、本当はねご飯食べに行こうっていう話だったんですけれども ねまあ、プライベートデーなんですけどねなんかしらんけどカラオケっていうふうになってですよそう朝のね朝も早うから9時半ぐらいからよ朝の9時半ぐらいから、まあ、ちょっとラッシュが終わって那覇の方に向かって、まあ、ちょっと自分は9時半過ぎてしまったんですけどもね朝ちょっとパタパタするもんだからもうちょっとねこのメンバーの中にねちょっと同じ事務所の秋山瞳も一緒だったんですけども。 まあよく声出るやっぱ違うんかなここがね若い声帯とちょっとちょっともうルうなってる声帯とちょっと違うんかなあのねちょっとねやっぱりねあのー、私ちょっと遅れて入ってきたんですけどももう大きい声で歌っていたからああもうあんたたちすごい朝からあんなに声出てってねもうやっぱねでもね初初体験でした朝。 朝、カラオケ。いや、やっぱりね、喉起きてないですね。やっぱり声がひっくり返ったりね。で、こう、ちょっと鳴らして、こう、ちょっとカラオケ自体もうどん久しぶりだったんですよ。カラオケというか、歌を歌う自体がもう久しぶりで、まあ、部屋と入った,った。なんかちょっと緊張 <laughs> なんかじゃないけど、緊張してしまってですね。まあ、あのドリンクバーね、飲みながらね。うん。 もうひっちいドリンクバーだからヒッチ飲んでからヒッチトイレ行くわけよだからこれちょっとかしましかってトイレが隣だったらなとかちょっといろいろ思ってたんですけどもね朝カラオケねえ朝からって言ってからだとお昼過ぎぐらいまでいたんですよはせるようなゆんたくしいし歌いしいしまあ飲みんな飲んであそこトイレ行ったりもう忙しかったですはい楽しいプライベートでございましたけどもそしてねこの朝カラオケ終わったらねまた 息子の修学旅行の説明会があったりとかありましてそして今日の火曜日少しラジオ前とかにゆっくりできるかなと思ったらです、ね、またね,これねまたねちょっとねまたプライベートでなんですけどもライカムに行きましてウドねライカム行ったのがねそんな多くないんですよまだ1桁台だと思います6回目ぐらいだいたい6回目ぐらいだと思うんですけどもパンケーキを食べてきました、まあ、朝とね昼同じような ちょっと感じだっったんですけれどもちょっとねあのパンケーキ食べたいさっていうねあの人がいましたのでちょっとあのお付き合いしてくれないということでああもう喜んでということでちょっと一緒に行ってね、えー、ライカムでパンケーキわかりますあの、ねまあ、いろんなライカムのご飯やや、ね、おやつ食べるとこいっぱいあると思うんですけれどもライカムのねあの紫スポーツっていうスポーツ店とか、えー、っとスターバックスがある階の一歩外を出てですよ。 大きいこうイオンのこう建物の一歩こう外を出ったらすぐ真正面になんかパンケーキ屋のお店があったんですよだからちょっとハワイアンチックなえーえーえーえええええそこにねあの行きましてそうなのよでねもうパンケーキが4枚だとか3枚だとか全身にギーよマギーがこうどんどんどんってすごい大きいお皿に来て真ん中にアイスクリームともうこんな。 み皆さん見てこんな本当にだよこんな生クリームがあって中にちょっとバナナとかがこうナッツとかが散りばめられててでチョコレートソースがかかってまたさらに店員さんがなんかチョコレートの塊を持ってきてほらチーズチーズリゾットとかに CDCDCD してから、ね、チーズの粉かけるさあんなみたいにチョコレートを CDCDCD してこのパンケーキの、えー、生クリームの上にですよこう粉をね こなっていうのしりしりをチョコレートのしりしりをいっぱ杯かけて「はいどうぞお召し上がりください」みたいな感じであのいた,だいたんですけどまたその隣にですよ生クリームもアイスクリームもチョコレートソースもかかってでチョコレートのこう塊をシリシリしたこのワンプレートのもうもう盛りだくさんじゃないですかその横にメープルシロップもあったわけ。 ねえねえこのメープルシロップもかけて食べるのって聞いたらお好みで甘みが足りなければメープルシロップかけてくださいまたこの風味もいいですよっていうことでえ一緒に行ったツレがねじゃちょっとかけようってバーッてかけちゃったかけすぎちゃったんですよねはいでもねあのちょっと自分は生クリームとかアイスクリームちょっと苦手なのでまあちょっとね友達がちょっとこう食べて自分は。 寄せてチョコレートソースとチョコレートでパンケーキを食べるっていうねちょっと洒落たね、えー、午前中ランチタイムを送っておりました、はい、だからねプライベートで忙しかったね昨日と今日は。はい 金曜日はお仕事土曜日もお仕事で日曜日もね悲願とか拾えんで、ね、ちょっと、ね、忙しかったんですけれどもはいえー、っと5日連中、ね、レンちゃのー、スケジュールが詰まった日をね過ごしたんですけどんなんかやっぱりいいですね、こういうふうにあのスケジュールがこうなんだろう自分の性格がスケジュールがあるとこう組み立てて時間を何、まあ、ず,れるずれてもいいんですけど、まあ、時間配分でじゃあこっちがこっちよし、これやったぞ。はいこれ よし、やったぞ、はいこの時間とこの時間やったぞっていうねなんかこういう達成感ではないけどそう朝カラオら起きた時も達成感がありました初めてだったのでね、すごい楽しかったんですけれどもはいおおすごいあ、今ね中キャス見たですね「兄蔵さんから頂きました俺も日曜日朝10時から10時前からカラオケでした」 え、有蔵さん、どんなんですか朝10時、まあ、うどんも、ね、10時前ぐらいに着いたんで9時半過ぎてたのでね、自分が着いた時声出ますなあなあってごめんなさい、ねえだからさなん、うん、楽しかったんですよ、楽しかったんですけれどもやっぱりねあの、朝はちょっと辛いなと思いました。<laughs> もう,、うん、もう若者はねもうパッチン歌ってた浜崎あゆみとか、えー、自分が行った時はあ浜崎あゆみじゃないねなんか歌っていたなはいもう自分はドラえもん歌いましたはい <laughs> <laughs> いやでもね楽しかったですよ本当にうに、ん、楽しかったんですけれどもやっぱりねあれだねあのー 朝からおき行くときはうんちょっと車るまでねわわわ話しとけばよかったんですけどもなかなかねあのあれでしたねあすあそうねこれねあのさっき彼岸のね話ねうん「日が通れば粉粉もん同士で同化しそうですがどうでしたか?」。 あどうかというかそうですね同化したかもあのお好み焼きにあの彼岸の天ぷらを刻んで入れたんですけど全然天ぷらがどこにいるかわからんかった <laughs> 全然わからんかった野菜天ぷらとか魚天ぷらあったんですけどあのいかだったら分かったかもしれんけど魚とかほら切ったらホロホろホろするさあの野菜天ぷらでもどこにいるか分かりませんでしたやっぱり同化ううしたと思いますようんということでね はい、あーそうなんですよ、まあ、来館もね今日もね人いっぱいでしたよ、観光客とかね。はいもうねこのね1週間、本当にねもういろんなことがありましたけれども、楽しかったです。はいということで、えー、全然行ってなかったですね、本日のトークテーマ、ありますよ、捨てられないもの。 そうですみんないろいろありますでしょ、捨てられないもの。まあ、断捨離とかね、今、いろいろ言いますけれども、まあ、断捨離ではなく、もう、どうしてもこれは捨てられないものっていうね、まあ、断捨離の意味もわかります、これね、いらないもの捨てたらね、なんかめっちゃ運気が上がりますせとかね、いろいろあるけれども、じゃあ、そうではなく、こういう断捨離的なこうしものではなく、どうしてもこれだけは捨てられない。 っていうものねあればねぜひ教えてくださいよろしくお願いいたしますではねここで CM いきましょうかねはいメール募集しておりますアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です CM です FM メガ この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますはいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかお今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z 当間違いなし Z ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン はい火曜オリジンチャンプルここ FM 那覇より生放送でお送りしております本日の相手はうどんちゃんでございますよろしくお願いしますはい今日の特テーマ捨てられないもの 皆さんあります捨てられないもの。他は捨てられるんだけどどうしてもこれだけは捨てられないっていうのがねないですか実はねあの、うどんも、ね、あるんですよ。で、もう自分の、まあ、家族からして言えばうどんの息子なんですけれども、えーそうね、保育園に入る前にあのタオルケットを1枚の買ったんですよ。 で娘もまあ新しくお姉ちゃんもちょっと買ってお姉ちゃんはプーさんだったと思うんですよ。プーさん買ってうちの息子は赤ちゃんの時に保育園に入る前にドラえもんのすごい大判のねこう,こうね昼寝の時もかけて眠れるようなタオルを一つ買ってあのお昼寝セットに持たせたんですよ。なんとねこのタオルをですよ今17になる息子がいるんですけれどもいまだに <laughs>。 捨てられないんですよまあ捨てなくていいんですけどももうねめっちゃボロボロロなんですよもう0歳の時から持ってるんですけど17年ねバスタオルもう洗っては洗って干しては使って洗って干しては使ってってちっちゃい時はも1週間に1回はねおう家に持ってきて洗って、えー、保育園に持ってってまた洗ってっていう風に繰り返したタオルなんですけれども。 えまあ最初はねあのお昼寝セットでこのバスタオル持たせたんですけどももうあとはですよ冬とかやっぱちょっとねちっちゃい毛布を、えー、セットしてお昼寝セットに持たすんですけれどももうこのタオルがないと寝れないっていう感じになっちゃったんですねうん気が付いたら。であの保育園を卒業 卒園してからね保育園卒園してから幼稚園入ってからはもう寝床にこのドラえもんのタオルがないと寝れないとで今高校生になっても枕元にこのタオルがあるんですよそしてもうちょっと羽子な話なんですけどもう羽子さよこれ真っ黒してって自分が洗うでしょ 死にわわじるんですすパンと一緒わかります昔自分の弟とかジーパンとかなんかわからんけどなんか価値があるのかなんか知らんけどジーパン洗ったら死にわじるやったんですよ。なんでこれ洗ったら価値がもう落ちたみたいな。なんであんたさいのが価値があるのかってねお母さんとこう言い計算してたんですけどまあ弟ね。まあそれとなんか似た感じなんですよ。ええ、これははごうさる頃ばい菌いっぱい吸いゃるだ洗おうって。いやいやいや洗ったら匂いが落ちるから。って言うんですよ。 ある時ね、えどうしてな何何何って言ったらあのこ,れをこのタオルはかけたりとかするんじゃなくて匂いをかぐためのタオルっていうわけこれねすごく落ち着くらしいんですよで自分が匂いしたら死に臭い臭いって言ったらねあの、えー、と腐った匂いとかじゃなくてもう油の匂いというかわかるわかりますなんかこう枕カバーの匂いがするんですよなんとなくまあおじさんではないんですけどやっぱ汗かくしね ね、あのゆねいろいろ油とかもあると思うんですけれどもやっぱりこの匂いがないと眠れんとこれもちょっと精神的にやばいかなと思ったんですけども最初はねだけどまあ本人がね、あのー、やっぱり捨てられないっていうのは無理に捨てる必要はないかなと思って自分は捨てないんですけどでもねお願いだからね1週間に1回洗ってちょうだいとシーツと一緒にね洗おうよって言うけどねもう。 絶対さんんも自分でで洗うんですよどんなして洗ってるかわからないんですけどもう今度手洗いしてるんですよアクロンとかで <laughs> 手洗い、ね、で多分あの押し洗いか何かをして干してまた自分で使うって感じですけどあんまりでも洗剤使ってないんじゃないかなでもこの匂いでこの匂いがなければ自分はもう生きていけないぐらいのこと言うからあもうこのタオル自体がもう本当に皆さんに見せたいんですけどちょっと今ないのがもうあれなんですけど。 もう一回だけでも洗濯機で洗ったらもう溶けるんじゃないかと思うぐらい薄いんですよもう薄ペンペンでからもう,もうもう溶けるんじゃないかなっていうぐらいのもうボロボロ感のバスタオルなんですよもうもうあれですよもう薄くなってこのぐらい丸めたらこのぐらいちっちゃいもう玉になるぐらいのタオルなんですけどこの匂いってやっぱチャーリー・ブランがずっとねタオル引っ張りや引っ張りやして。 いるキャラクターでしょやっ,やっぱりあれかな保育園にいてやっぱちょっと寂しくてこのタオルを握って情緒がこう安定していたものがずっと今でもこのあるのかなとで匂いの記憶として肌触り最初は肌触りとかだったかもしれないんですけど安心するとかしがみつくとかでこれがだん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 匂いに移行して今もうこの匂いがないと眠れないというある意味もうし。 執着ななのかなと思ってで私ちょっと調べたんですよこれどなんか心理的なものがあるのかなとちょっとあの別に子ど供には言ってないんですけどなんかね愛着最初ね愛着なのかなこの子の愛着なのかな、まあ、慣れしてし慣れした死んだものなんかもう心からもうもう。 大事にするる愛してるこのタオルを愛してるみたいなそういう気持ちなのかなと思ったんですけどもうあまりにも,もうこのタオルに触ると怒るもんだからある意味これもう執着じゃないかなと思って、はい、だから執着っていうのはねえ裏を返せば、ね、恐怖心ら <laughs> しくってやっぱりよちっちゃい時に保育園に行ってやっぱりちょっと怖い思いとか寂しい思いした時とかこのタオルに癒されて で今もうずっと残っているのかなっていう感じを自分はちょっとそうなんじゃないかなっていうねなんこんなの自分心理的なこうあれをちょっと分析するのも好きなんですけどムちの息子はこのタオルに執着心がすごくあるんじゃないかなもう絶対これ捨てたらもう私多分殺されるかもしれないもう,もう実験になるかもしれないから絶対もう触りもしないんですよ自分はねそ,うなそれぐらい執着しましてですよもう本当に 息子を見てあこれはもうほんと捨ててはいけないものだなとねはいすいませんちょっとで、ね、ツ,ツイキャスの方がちょっと切れておりますすいませんじゃあ今からやりますねはいありがとうございますでライブをねはい開始いたしますすいませんはいでですね <laughs> そうなんですあのジーパンもねだからあのジーパンはなんか価値がある 価値がなくな洗ったら価値がなくなるって言ってたんですよ。うん、なんかこんなの流行ってませんでした。なんか流行ってましたよね。なんかリーバイスとかすごい年代物が上等みたいなね。で、洗わんのが死に価値があるとか、うんで、タオルに価値があるとかないっていうのはちょっとわからないんですけど、多分もう自分の息子からしたら、もうすごく価値があるもので、本当に執着してるんですよね。 これねまあまあもう仕方がないもうどうにかしてあげようとかもうもうできないのでもう全然もう好き勝手どうぞって私はやってるんですけどもいやこれねこういう心理が働いてるんじゃないかなと思ってねで自分もねあのー、ちょっとあのー、私も捨てられないものがあるんじゃないかなと思ったらねと,とってもたくさんあるだから息子に言えないんですよはいあのー、やっぱりねもうハイランフ洋服があるんですよ大学の時に着ていたあのー、あれはねジャンパーですかね金 昔アームボックスってあるのわかりますアームボックスねアメリカのわかりますこのアームボックスで買ったキンキンのジャンパーがあるんですよゴールドのなんかま寄 <laughs> って買ってしまってバイ,トバイトシーズンでバイト代買ってすぐ買ったんですよあのー、アメリカフットボールのチームのジャンパーだったんですけどもそれを買ってこれがい、ね、まだにねあるんですよ我が家に捨てられない何これも執着心ですかね 執着着心心の裏はは恐怖心なんですよ <laughs> これは愛着ですすよよこれ愛ねもうね来てないですね怖くてニがいるんじゃないかとでもねなんか捨てられないんですよって <laughs> これ何って言うんですよ主人が引っ越しするたびにいやこれは捨てられないからってこ,これねめっちゃ着ないんですよ自分全絶対もう一生その先もだからねいつか捨てようと思うけどなんかとってもね 価値ががあるような感じがして自分の中にだからこれはね執着塾で愛着なんじゃないかなと自分でね思っている最初のバイトで買ったものなんですね友達と買いに行ったっていうか彼,彼氏と買いに行ったからなんかいろんな思い出とかもあってやっぱりんかこう心理的精神的にちょっと何か捨てられないものであとね子供たちの写真とかもう写真は絶対捨てられないですね。ーもうううんもも本当にもう 実家にもありますけども自分でもいっぱい持ってるんですけどこういう、ね、捨てられないものっていうねあの人の心理に働くものとかやっぱりみんな一人一人あるんじゃないかなと思って、はい、やっぱりポジ,ポジティブに思うのが愛着でネガティブに動くのがちょっと執着っていう形になるんではないかとあの書かれておりましたので,でもそういうのもあるんじゃないかなと思ってね、はい、あのこの間も言いましたけど捨てられないもの、はい、旦那も捨てられませんはいすいません。 ということでね、えー、大丈夫でしょうかはいではねちょっとメール来ておりますのでちょっと一つ読ませていただきますうどんちゃんこんにちはモンパの嫁ですありがとうございます嫁さんえ、今日のテーマは捨てられないもの私はとにかく捨てるのが苦手なんです最近読んだ本に買い物するところから 部屋の片付けが始まっているというようなことが書かれていました何でもホイホイ買わないで本当に必要か考えなさいってことなんだなと思いましたなるほど私の捨てられないもの1本わかるもうめっちゃわかる本えー、なんだか捨てられなくてたまるばかりです一時期買わないように気をつけて図書館を利用していましたが最近また買うようになってしまい大変な状態です2服 死にわかる、ね。なんか思い出があるとか思うと簡単に捨てられません今年になって割と痩せたので取っておいた服が着られるようになったのはいいことですがてんてんてん3かっこいいパッケージを。 お,せお酒やいろんなもののパッケージのデザインが好きです。気に入ると捨てられません。なるべく写真を撮って捨てるようにしているのですがやっぱりたまりますね。うどんちゃんも捨てられ,られないものってありますかということで嫁さんからいただきました。ありがとうございます。まあ、女性多いかもね服あるなでもねあジャンパー以外にもあったなまたニティードレス捨てられないな。多分ねうどん今 デブうなってるから、マタニティもも入らんかもしれない <laughs> 全然、絶対使わん、もううまんし <laughs> いし、うめえし。はあ、やっぱり、ね、服はね、わかる、嫁さん、本もわかる、うどん、めっちゃ絵本あるんですよ。表紙がね、もう絵本ってやっぱり台紙太いのに表面貼られてるじゃないですか、ほとんどね、昔のこう絵本とか。 もうねこの台紙がね剥がれててもねもうずっと置いてる糸も出てるんですよ、あの台紙から。もうこれはねとっても今もう捨てなさいと言っても捨てられないですね。押し入れに眠ってます。もう実家にもたくさんあるけどピックアップして自分が子供に読ませたいものとか大事にしているものはもう今でも持ってますね。はいだからもう代表的なのは3匹のヤギのガラガラ丼なんですけどこれねえー、っと2代,目2代目、3代目か。 2目かなあの今大人になって誕生日に主人に飼ってもらった3匹のヤギのガラガラ丼がお家にあります。はい、あの親に飼ってもらったのはボロボロでもう本当にもう多分親が捨てたと思います。はい、2代目かなこういうふうにねあの捨てられないものがたくさん本当にあります。でねかっこいいパッケージなるほどねでもねなんか分かるんですけども あれに興味がああるんですよ、あのフェルトの手芸とか <laughs> 恥ずかしいけど今言うのそうとかあってめっちゃ昔アンパンマンとかカレーパンマンとか,あの、まあ、か仕事でねあのー、保育園でこう子どもたちのお当番の時につけるワッペンみたいな感じであるんですよ。あのー、ね、パチって。 オッケーのところに、ね、刺すあのこう挟むような感じであのワッペンを作るんですけどもそれでねアンパンマンとかトトロとかいろいろなものを作ってきたんですよキティちゃんとか、まあ、キャラクターものねあの真っ黒ク,レスクロスケとかあ今のトゲトゲがもうしなびてるんですけど今あれもね捨てられないんですよ。まあ、自分が作ったっていうのもあるんですけれどもなんかやっぱりねあの時のなんか思い出とか。 <laughs> おいでとかそうなのあそう私三匹のヤギの「ガラガラ丼」っていう絵本がめっちゃ好きで,でトロルっていう怖いお化けがいるんですよこの「ガラガラ丼」の中に出てくるね絵本の中にそうトロルを私ワッペンにしたことがあってである子がもうお当番が嫌でなもうお母さんから「すいませんもう今週嫌で学校嫌いやって」て理由聞いたら。 トロルのワッペンをするのが怖いからお当番んはトロルのワッペンをしないといけないから今週は学校休むっていう宣言した子がいて私途中から変えたんですよ。はい、ヤギに変えました <laughs> <laughs> あんまり可愛くなかった白いやだからクル労してきてただん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 ちょっとあのベージュで作ればよかったなと思ったんですけども、はい、あのトロルの、ね、ちょっと目がギョロッとした感じで鼻がこうほーんって長くてねちょっとあの怖い感じに作ったんですよ。すごい表情ので自分からしたらすごい好きだから可愛いなと思っておとうばんにさせてたんですけど子供たちからしたらすごく嫌だったみたいでね。<laughs> <laughs> そうなんですよ。そう。あ、すみません。トロルのワッペン。トロル、トロルってどんな形をしてるんですか。あ、バケモンですね。あの三匹のヤギのガラガラドンってね、小さいヤギのガラガラドンと中くらいのヤギのガラガラドンと大きいヤギのガラガラドンってあるんですけど、この子たちがあの草を食べにあの山に草を食べて太ろうと山を に行こうとするんですよそこをね山に行くには橋を渡らないといけないというお話でこの橋をねあのちっちゃい駅からコトコトコトって渡っていくんですよ草食べるためにね。でこの橋の下にトロルという怖いお化けがあの住んでるんですよ。そうなんですこのトロルがねあの絵がねこの絵本に描かれてるこの絵がめちゃくちゃ怖いんですよ子供たちからしたらね。うん 西洋の,なんてうのこう外国の、ね、絵本なので、ね、ちょっとなこう絵もねちょっと独特なんですよね色使いとかも。はい、あんでそれでやっぱちょっと子どもたちからしたら怖い感じがするんですけど私は、ね、もう本当にこの,あの端っこに映ってるこる恐ろしいトロルの顔を忠実に再現したワッペンから鼻を長くして目をギョロッとして、ね、で茶色みたいな感じでちょっとあの毛が。 もこもこってしててちょっとねフェルトでもこもこもこってちょっと横つけてワッペンにしたら気持ち悪いって言われました <laughs> もうあれ悲しかったけどまだありますよ多分お尻は最近見てないけどあると思います私ちょっと引っ越しそうあのちょっと主人の仕事が転勤族だったのでね多分あの段ボールに入ってるんじゃないかなと思いますはいありがとうございますトロルのワッペン本当よね あでもあれト,トトロのあれにも出てましたよ、メイちゃんが。あのトロルのことトトロって間違えたのじゃないじゃなかったっけ、はい <laughs> ね、はい。まあね、いろいろありますけども、こういうねワッペンとか私はね捨てられないんですよ。あのフェルトで作ったものとかねで、あと子供が母の日に送った手紙とか。 折り紙で作ったカーネーションとかが多分まだ、うん、あるんじゃないかなあの冷蔵庫に貼ってるお手紙とかはあるまだまだあるんですけどもこういうね子供の作品とかめっちゃ捨てられないですね、えー、ちなみに旦那もねうん作らせれないんですけどほんとねやっぱ女性ってやっぱり服とかやっぱり物本とかあとね頂き物プレゼントで頂い,いたものとかあと本当に思い出に残ってるものとかは絶 絶対捨てられない。うん。だからよ。皆さん、どんなしてますあの頂き物とか、ちょっとなんか思い出に残るのとかって。捨ててます逆に。気持ちあるって捨ててます?。なんか、どね、捨てられないんだよな。そこ、ちょっとね、悩みかも。うちょっとね、いろいろある。<laughs> いろいろあるっていうのも、ちょっとあれなんですけど。はい。 あのね、一番捨てられないのがやっぱりあるじゃんアクセサリーとかじゃないですかネックレスとか指輪とかピアスとかイヤリングなんかね質屋に売るのも、ね、これ偽物ですよせい円もしませんよって言われてもショックだしなんか持っとくのもなんかちょっとなんか人のなんか念みたいのもあるのかなとか思ったりとか。 なんか自分の中でまだこのあれ思,い思い出っていうか引きずったりとかしてるのかなっていうね思うんですけどどんなですか皆さんどんなですかねあのうーんま洋服とかこういうなんか自分の 執着っていうか愛着とかね。こんなのはまあいいとして、あのいただき物とかを捨てたらバチ当たるんじゃないかなって。なんか変になんかシカバルのね。あれ、また人形とかね。特にあの自分実家にまだあろうはずよ。あの <laughs>。先輩から中学校の時に博多人形をもらったんですよ <laughs>。わかります。博的人形って。 こけしではないんですけど真っ白した顔の女の子は美人だ美人な可愛いのだよ着物着てるちょっとぽっちゃりした真っ白い顔の女の子の、まあ、陶器っていうかな陶器みたいな人形飾り,飾り人形みたいな感じなんですけどあれを部活の先輩が中学校の時修学旅行行った時中島にもらったんですよ何かしらだったら失礼ですけどもらったんですよあれを。 多分まだ実家にあるはずでもね結婚式自分結婚して家出るまであの人形飾ったってようん飾り棚のところにだからねこ,こんなのもちょっとでもよく考えたら怖いなと思って人形とかなんかもらった人の何かが入ってないかなとかなんか思ったりするんですよもうこんなって言ったらワッペンもそうじゃないですか手作りうどんが、まあ、先生なんだけどなんかこう何て言うの トトロとかミ,ミッキーとかは、ね、作れんかったははねちょっっと難しい、うん、ミッキーは作ってないけどなんかちょっとまあ平たのアンパンマンとかあのキティシゃンとかこういうの,のキャラクターものをねちょっとあの作ったんですけど、まあ、猫あの犬,犬とかも作ったことあるんですけど、まあ、こういうのもやっぱ自分の思いっていうかあーもう可愛い子供たちが喜ぶはずとか勝手に思っていろいろ作ったりとかしてるんですけど、まあ、こういうのにもねちょっと思いみたいのがねでも自分で作ってるからさ自分で持ってるから。 だけど人からもらったのって嫌さじゃない嫌とかじゃなくて怖いさなんか人形とかねだからこんなの皆さんどんなしてるのかなと思ってでも自分は人からいただいたのは一回も何も捨てたことないかも、まあ、壊れたとかはちょっと処分したりとかあって,りあっても大体の棚にこうみんな飾ったりとか置いたりとかしてますね。うん <laughs> <laughs> そうなんですよ。なんかよ。<laughs> <laughs> すいません。と骨こつしゅん花とんがや。そうなんです。ミキ花がポッコリってやってるでしょ。だからプーさんとかも作りきれないんですよ。なんか花がこう編んでてるさこうピヨンって。ねこういう立体的なのはちょっとね難しい、うん。やっぱりね <laughs> はいいありがとうございますやっぱりねあの捨てられないものってねやっぱりあのー、人のねやっぱ気持ち執着とさっきも言ったけど愛着とかがやっぱこもってるのでうん難しいんじゃない捨てるの。でもやっぱ断捨離ってやっぱこういう意味があるさやっぱ捨てたら余計になんか今までいっぱいいっぱいだったの捨てたらこのスペースが空くからその分何か新しいものが舞い込んでくるよとか。 仕事もうまくいくよとかなんかよく言うんですけどうどんのえーっと押し入れには部屋っていうのはないんですけどまあ主人とお二人なんですけど溢れてますよ <laughs> 溢れてるこれどんなもう目つぶって捨てるから一応だから年末の掃除とかこれ捨てよこれ捨てよって思うけどやっぱりね頂い,いたものは捨てられないですね結構ありますよはい。 皆さんすいませんあのいただきものはどうしていますか捨てられないですよね。捨てる場合はどうしますうとうとうする <laughs> ありがとうございましたって言ってからに海に投げますあご <laughs> <laughs> ちょっとねバブリーみたいな発言してしまいましたけどでもねなんかこわ怖いっていうかあ,あ,りがたありがとうってもらったものをなんか捨てるっていうのはなんかちょっとねうどん的にはちょっとあれなんですけど。 はいということでえ本日のいかあトークテーマ「捨てられないもの」となっております。CM いきましょうねえ。メールよろしくお願いします。アドレス「オリジンアットマーク」「FMNAHA」「ドット JP」すべて小文字「ORIGIN」R「アットマーク」G「FMNAHA」N「ドット JP」となっております CM です。 Mm-hmm. ビッグワンでの買い物楽しみだなえー、2に円にあ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってない誰かやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーやエー雄オラットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう良い品をいつも安くビッグワンこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました はい、火曜オリジンチャンプルーここ FM 那覇より生放送でお送りしております本日の相手はおどんちゃんでございますよろしくお願いします本日のトークテーマ捨てられないものとなっております はいえさっきね、あのー、やっぱりいただき物とかプレゼントされたものは皆さん、どういうふうな、えーまあ、捨てたりとか処分とか、えー、どうしてますかって聞いたらですね、いろいろいただきました、ありがとうございます、やっぱね、えー、もらいものはあ、えー、扱いに困るのでお土産やプレゼントは食べ物や消耗品が欲しいと日頃から言っています。これいいいですねはい これもやっぱりそうですいただきものは使い終わったらスパッと捨てます。とんこつ臭さん、ありがとうございます。合田さんもありがとうございます。でですね、えっと、そう、えー、水に刺した花さん、えー、捨てられない人です、私は。服とかはまだ簡単に捨てやすいけど、と来ております。ありりがとううございますやっぱりそうよね ね、T シャツとかも襟がヨレヨレになったりもう洗っても臭い T シャツってありますでしょ雑巾かじあわする T シャツこんなのはね惜しみもなく自分を捨てますとりあえずあの切って雑巾雑巾にしてもう捨てます雑巾っていうかな、まあ、あのちょっと台所油拭いたりとかあと床雑巾拭き掃除したりとかして窓とかね網戸とか拭いてもうすぐポッティッシュみたいにポンポンポンって捨てるんですけども、うん、やっぱり、ね、っぱ思い出 とかあったりとか。このジーパンよ。もう入らんくなった。デブなって入らんくなった。痩せたら入るはずっていうジーパンがね。多分ね。56着あるはず。だからこんなのなんだよね。捨てられないの？痩せたら入るはずって痩せる気もないのにを捨てれっていう話なんですけどね。<laughs> そうなのよ。そう。あ、あこれわかるな。あのね。はい、ありがとうございます。映画のパンフレットとかチラシとか cd とか捨てられない。 水にさした花さん、そう、C D も捨てられない。やっぱり聴けるんですよ、傷つかなくて。でも聴かない。<laughs> そう、聴けるけど聴かないんですよ。でも捨てたくないからいっぱいあります、D V D、C D。あっちゃんみよえ、もう本本当一緒ですよね。読まんけどある。うん、でも何回も,でも読む本っていうのはあるんですけど。 でも毎日愛をないさね捨てない捨てれないわかるやっぱこれ愛着ですよね執着ではないんじゃないですかやっぱこう,こういうのね、まあ、執着っていうのはあれですねうどんの息子みたいなんですよねタオル臭いタオルが捨てられないとか自分の匂いがついたものが捨てられないとかねそういうのはちょっと執着なのかなあとなんかこう彼氏からもらったあの何、ー、ていうのネックレスが捨てられませんとか。 これは執着なのかな？でも愛着かな。わからないんだよね。これ、やっぱり愛着はポジティブに捉えられてる。もの。執着はネガティブなものっていうね。感じで。まあ区別できればいいのかな。で、やっぱりネガティブに考えるのはもう捨てって。愛着のいいものはもうちょっと残すとか。写真とかこういうね。cd とか dvd とか。やっぱまたにティ服はね。捨てられない。あー。捨てられないな。うどんの娘はね人形ですよ。うさぎの。 でもあの人形もそうだ捨てられないというかずっといつ今もっと握っているわけじゃないんですよ飾られてはいるんですけども別に触ったり見てはいると思うけど触ったり何か抱いて寝るとかはしないんですけどあれもちっちゃい時に保育園慣れる前にもうこの人形がないともういけないって言って泣いて。 泣いて、でもほら持っていったらだめじゃないですかこれはじゃあねお母さんが預かっときますからじゃああなた頑張ってまた終わったらこの人形とまた遊んでくださいみたいなことをこうお話ししてでこのうさぎの人形が UFO キャッチャーで撮ったあんま可愛くないうさぎの人形だけどずっとあるんですよやっぱりこれやっぱり愛着かなちっちゃい時にちょっと怖かったものを癒してもらったお人形なんですよねやっぱこういうのってあるんだなと思ってねはい。 うーんやっぱりねこう捨てられないものとかねやっぱこういうあの心理的なものにね働いてくるのかなっていう感じでね私は思いますけれどももちろん本とかもそうですよこの本やっぱ面白いから捨てられない,また,いやまた読むはずとかこのジーパン今入らんけど本当に上等だけ全然穴ぼ,穴ぼこも開いてないジーパンを捨てられないから何ていうのかなもういつか痩せたら。 は,はけるはずとか、まあ、上着とかとあ,もうあまりないんだけどジーパンはね56着ありますねはいえあこれあユニクロや GU が着なくなった服を店頭で回収してくれるのが嬉しいです購入時に処分方法までイメージできればタンスの悔しも増えにくいですねって本当だえこれ ユニクロで買ってなくても、サインで買ってても、自由とかが、えー、の回収してくれるのねすごいあなんかあの靴屋もこんなのありますよね。履かなくなった靴をあの回収しますみたいな。ね、で、回収した1着、1足200円割引、んあ1足こうリサイクルで持ってきてくれたら、なんか新しく買う靴は200円引きにしますよとか、こういうのありますよね。あこんなな感じか、か知らんかったな ありがとうございます。ジ <laughs> ーパン捨ててって来てますね。ありがとうございます。ちょっと考えてみます。ジーパン56着あると思います。また、ミッキードレスはね。多分5着ぐらいあります。あれは捨てないと思います。<笑><笑>はい、ということでえー、1時間生放送でお送りしましたね。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。なんとそしてですね。来週のテーマはなんですけど、来週ねえー。10月。 3日となっておりますなんとね、10月3日はね、山、登山の日になってるわけ、なんと自分ね、今度週末、ちょっと山の方にね、ちょっと登る計画があります、山って言っても沖縄の山だねそんな高くないんですけれども、ちょっとね、チャレンジしようと思っております、なので来週のトークテーマは、皆さん、新しいチャレンジ、まあ、秋ですのでね、なんかいろいろ登山のね季節なんじゃないでしょうか、どん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 ね。あの 新しいくチャレンジしたことはありますかということであなたの新しいチャレンジを教えてくださいこれからやろうかなと思ってることでもいいですよはいよろしくお願いいたしますはいではまた来週火曜日10月3日お会いいたしましょう本日の相手はうどんちゃんでしたまた来週バイバイ